辰巳直文明治40年3月6日は、桑名藩士、日本の裁判官、陸軍軍人、陸軍大将、男爵、通称は勘三郎、号は街道、変名に倉田智恵、父は桑名藩士江戸勤番、町田伝太夫、松平貞明が桑名藩を継いだ時に故障となる。少年期より風伝流の槍術、柳生新陰流の剣術の使い手として知られる。藩校立教館、湯島の昌平坂学問所に学ぶ。藩主、松平貞明の京都所司代就任に伴い、京都で藩の修撰役を任される。その後幕府陸軍に出向。歩兵第三連隊に籍を置き、フランス式傭兵術を学ぶ。徳川慶喜謹慎後も公正を主張し、鳥羽、伏見の戦いにおいて、大敗を喫した桑名藩の軍勢を立て直す。その後、土方歳三と連携し宇都宮城の戦いで、功あり。桑名藩領の柏崎へ移ってからは実績を買われて、投票で雷神隊の隊長に選抜され、続く、源波戦争、北越戦争では、ゲリラ戦を展開して、官軍をたびたび苦しめた。特に、北越戦争における旭山の戦闘では、騎兵隊参謀次山第八を討ち取る主君を挙げる。その後会津若松城に赴き、城下の戦いで敗走。出羽国寒河江の長岡山において、最後の抵抗をするが、奥羽列藩同盟の中で最後まで抵抗していた、庄内藩が降伏した後、明治政府軍に降伏した。詳細は、長岡山の戦いを、山椒戊辰戦争の敗戦の後は謹慎生活を送り、しばらく世間から離れて過ごしていたが、士族の反乱が相次いで起きると指揮能力を評価され、壊れて明治陸軍入りする。西南戦争では陸軍少佐として新選旅団一個大隊を指揮。日清戦争では陸軍少将で歩兵第10旅団長。その後、陸軍大学校長事務取扱い、台湾総督府軍務局長。日露戦争では、陸軍中将として第8師団を率い出征する。国交大海戦ではロシア軍の冬季大規模攻撃を受けた日本軍最翼の重要拠点である国交大を救援に向かう。数倍のロシア軍との戦闘は激烈を極め、日本側も増援する中、立見は師団兵力の半数を失いながらも国交大を回復し、海戦はロシア軍の退却で終結した。これらの功績により、旧幕府軍出身者ながら、日露戦争終結の翌1906年に陸軍大将に昇進。薩長出身の将軍たちも、戊辰戦争時の苦い経験から、立見の前では頭が上がらないことが多く、特に山縣有朋は、北越戦争の際、何度も煮えを飲まされていることから、生涯避けていたという話もある。しかし大将昇進直後に体調を崩して病気休職となり、それから間もない翌1907年3月に61歳で死去した。以下勲章とウィキメディアコモンズには辰巳直文に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。